第6回東方 M1 グランプリ。今大会歴代優勝者5組で争われる真の頂上決戦。お笑い精密機械スピンカッパー、よっしゃいい壁。えへへへ、ほらほらほら、おい見えててさ、今待て、おい、お、あんた見えててなんでニコに増やすの。何？何？ボーダーのお姉ちゃん何？あんたがボーダーにしたのよ。一丁らよ、どうすんのこれ。吸血鬼姉妹スカーレット剣。あ、痛い。フラ、大丈夫？ああ、フラ、足を。うん。怪我したのね。どこの足？足首。足首？足首。足首がどうなったの？なくなったの。なくなった？うん。足首だけなくなるとかないよ。足首なくなった。パニクってるのね。パニ。もう大丈夫よ。パニクルー。パニクルーじゃないよ。え？あんたパニクルーじゃないよ。私パニクルーじゃないよ。わかってるよ。メキプルーン。メキプルーンでもないよ。え？私メキプルーンじゃないよ。わかってるって。日本アップへ。関係ないって。もう黙ってよ。幻想郷の英雄、ミコミコスパーク。さあ、レイムさん、事件を解決した今の気持ちを聞かせてください。アブレジットレイム。え？アブレジットレイ。そう。うんうん。なるほど。大変興奮しているということです。精霊戦に乗り込んだ時はどんな気持ちでしたか？アブレジット精霊戦。そうです。おお、うんうん。なるほど。緊張はしてなかった。さあ、白蓮の印象を教えてください。白蓮、アブレジットレイ。何語よ、それ。外国人じゃないわよ。通訳するな、通訳。なるほど。寂しかった神社にこの柵が来てから毎日の生活が楽しくなり、ペット同様に可愛がっていると。言ってないわ。え、9800本。言ってないって。違う。ジェーデンの天然素材トカマクラブ。お母さん。何？息子さんをください。ダメだ。へへなんで笑った、今。ダメだって言ったのよ。なんか私もわからないです。ダメ。いいじゃないですか。ダメだよ。お願いしますよ。ダメだ。いや、あんたは妖怪だろ。はい。妖怪と人間が結婚できると思ってるのか。結婚、思います。思いますよ。思います。 あ、思いませんよ。ませんって何なの。絶望的ですよ、これは。そうでしょうか。なんとかそこを。ダメよ、妖怪なんか。じゃあ普段は何をしてるの。地下の方で核融合をしています。普通じゃないもん、それが。いかにも危険そうじゃない。最強の神官ヤクモチェン。なんさま、ただいま。ああ、おかえり。今日は寺小屋で何があったのかな。今日ね、うん、算術の時間に、うんうんうん、消しゴムを、うん、使った、うん、え、で消えた。あの、なんかあるでしょ。今日寺小屋に、うん、寺小屋にヌエが入ってきた。おお、ヌエが。で、そのヌエに給食の時間、うん、分けてあげたの、ご飯。石をぶつけた。何してんの、チェン。やめなさい、そんなこと。化けられた恨み。そのヌエに、うんうんうん、乗って帰ってきた。いや、あなたアホでしょ。アホの子でしょ。じゃあラン様はアホ。そうなるか。アホの子だもんね。そうですよね。優勝賞品軌道五連勝を手にするのは、真のグランドチャンピオンになるのは、全ては今大会で明らかになる。東方 M1 グランプリ6。頼姫さん、あれ。いやいや。